ねえ、もう収録始まってるのよね。はい。目の前にお菓子食べてる子がいるんだけど。そうですね。いいの？そういうラジオなので。聞いてはいたけど本当に自由なのね。私も最初は困惑したわ。でもすぐに慣れると思うから、一緒に楽しくおしゃべりしましょう。はい。それじゃあ出発進行ね。キリタンズのロケットエンバシー。チュワチュワ、パーソナリティの小春立花です。チュワチュワ、同じくパーソナリティの夏木かりんです。この番組ではガールズトークが楽しめます。みんなのお便りも読んじゃうよ。さてさて、今回のゲストは名前にタンのつくこの2人。チュワチュワ、東北キリタンです。チュワチュワ、四国メタンです。キリタン、こっち側なんだ。ゲストだぜ、もてなせ。ふふふ、普段の私たちも特にもてなしてないでしょ。私メタンちゃんとは初めましてだね。あ、メタンちゃんって呼んでいい？もちろんよ。これからよろしくお願いします。よろしくお願いします。かりんちゃん先輩は私と同じ高校なんだ。そうなの、立花の一つ先輩だよ。あら、年上だったの、ごめんなさい。いいよいいよ、気さくに話してくれた方が楽だし嬉しい。そう、ならお言葉に甘えるわね。えへへ。ほんじゃあラジオ初出演のかりんちゃんと一緒に本日最初のお便り言ってもろて。あ、そうだ、キリタンゲストだった。はい、まず私が読むね。はい。クルーネーム、雪見大福餅さんからいただきました。ありがとうございます。美味しそう。私はお餅がそこそこ好きで、毎年お正月に親戚が持ってきてくれるお餅がささやかな楽しみだったりします。でもどうしても気になるのが、お餅は必ず喉に詰まらせてしまう人がいることです。ああ。調べてみると、年間でかなり多くの人が亡くなっています。そんな危険をはらんでいるにもかかわらず、人はなぜ餅を食べるのか、その謎をぜひ餅に造形の深い皆さんに解いていただきたいです。お餅に詳しい子いるの？初耳。初耳ね。造形浅いじゃん。でも確かによく見るニュースよね。ご老人は特にね。つい食べちゃう理由か。やっぱりお正月とかエビス巻きとかで縁起物のイメージあるし、そういうイベントの時に食べる文化は定着しちゃってるわよね。ありますね。でもうちのばあちゃんそうだけど、単純にお餅が好きで年がら年中食べてるんだよね。やっぱり美味しいし、市販のやつだと温めれば食べられるしで、どっつきやすさも関係してるんじゃない？いろんな味も合わせられるしね。結局お米だから、日本人にとってのソウルフードでもあるのよね。そっか、そうだよね。喉に詰まっちゃうなんて考えながら食べる人もいないだろうし、考えたとしても自分は大丈夫って思っちゃうんじゃない？あまりに日常的な食べ物すぎて、そんなさ、喉に詰まるとか実感湧かない部分はあるのかもね。そこにだけ注意すればいい食べ物なのはもちろんだけどね。餅だけに。餅だ。いや違う、やめなさいよそういうの。はい、お餅は安全に美味しくいただきましょう。えへー、それでは続いてのお便りです。クルーネーム、匿名みきぼうさんから。ありがとうございます。どうも皆さんこんにちばんは。最近ズロケにお便り遅れてないなと思ったので、今回久しぶりにお便り書くことにしました。イエイエイ。見上げた眷属ね。眷属なの？無視して大丈夫よ。しかしここ最近は仕事が忙しいため、お便りの話題にできそうなことが何もありません。なので私の話題の代わりに、キリコ派もしくはゲストのイチャユリをください。お、もしイチャユリがダメなら適当にお互いのいいところでも褒め合ってください。雑になったな。ユリって女の子同士のやつよね。そうだね。私たちってみんな仲はいいけど、そういうノリってないよね。ないない。びっくりした、普段そういうラジオなのかと思った。違いますからね。キリタンって確かそういうの苦手でしょ。ああ、目の前で女子同士のチュッチュ目撃してからちょっとね。それじゃあお互い褒め合う感じでいく？まあ、せっかくだしちょっとよりやってみる。でもどんなことすればいいんだろう。とりあえず、抱きしめ合うとか。よし、キリタン、カモン。わーい。この、かわいいやつね。立花姉様。ああ、でもそれだけじゃなんかあれよね。他にユリっぽいことない？愛を囁いてみるとか？愛のセリフ？いで。キリタン急に首動かさないで包丁刺さった。あーごめんごめん。あー待って待って、服ほつれる。包丁ひっくかった。何やってんだ。様にならないわね。二人はどんな感じになる？あ、そっか、私たちもだ。あーやる。
そもそも私そういうの全然わかんないわよ。みんなよくわかってないぜ。あ、思いついた。お？このお菓子もらって平気。どうぞどうぞ。はーい、かりんちゃん。あーん。え、ちょ、あーんって。ほら、恥ずかしがらないで。めたんちゃん。あーん。あーん。うん。おいしいね、これ。オランダせんべい、山形県庄内地域産のうるち米 100%。山形メーカー。ユリな感じになったかしら。わかんないけど、いいんじゃない？チョコレートとかならもうちょっとロマンチックだったのかな。ふぼりぼり言ってたよね。おせんべいしかないんだもん。どうでした、かりんちゃん先輩。さすがにちょっと恥ずかしかったよ。でもメタンちゃんと一気に仲良くなれた気がする。グッジョブ。試練は完了ね。はいはい、それじゃあ本日の一曲言ってもろて。ああ、もうこのゲストね。ではでは聞いてください、東北キリタンで走れ巻き棒。さあ時刻は深夜3時を回って真っ暗だ。各番組一斉に締めに入る。おっと、唐突に映し出された色の帯、カラーバーだ。どのチャンネル回しても映ってる。どことなく不安を誘う D 音携えて画面を占領。おやすみなさい。静まり返ったど深夜にひしめき合った色たちは、電波業界の裏の顔、今日もダーリンおそがえり。わっ、映れ映れカラーバー、番組内のいいことに映れ映れカラーバー、終日放送増えないで。キリタンズのロケットエンパシー、名言アナライズのコーナーだぜ。セリフが言われた状況を当てちゃうんだって。前回のお題は、俺とお前の友情は見せかけだったのか、でした。答えは、筋肉マンにて、筋肉マンの味方が敵に体を取り込まれて人質になってしまった際、自分ごと敵を攻撃するよう訴えたセリフのようです。男気あるね。女性キャラかもよ。筋肉マンに女性キャラっているの？逆漫画タイムキララかもしれない。それは例えとしてどうなんだろう。ほいさ、ほんじゃあ今回のお題だよ。クルーネームはヒロさんからいただいたぜ。ありがとうございます。新しい時代を作るのは老人ではない。え、神様とか。どう考えても若者でしょ。なんだっけ、でもそういうセリフあったわよね。新世代の神になる的な。デスノート。え、これデスノート。見たことないけど作風に合ってないのはわかるが、ひとまずこのセリフ誰が言ったかだよね。老人が言ったのなら若者への劇の可能性があるし、逆に若者視点でのセリフなら上の世代への反発とかさ。ああ、それとどんな世界観なのかが重要よね。あの伝統芸能とかでさ、その道40年のおじいちゃんとこに弟子入りした若者がいて、古くから伝わる技術はしっかりと学んでくんだけど、変わらないことと同じくらい時代を取り入れることも重要だ。若者の目線でどんどん文化を発展させてほしいみたいな視点の間で交わされたセリフってどう？朝ドラにありそう。ああ、朝ドラだね。他に案は？最近って将棋とか野球とかでこれまでの偉大な記録を塗り替える人出てるじゃん。そういうすごい記録を若い選手が打ち立てた時に、世代の移り変わりを実感しながらベテラン選手が言ったセリフ。スポーツ方面ね。いいんじゃないかしら。あとある？ほい。はい、キリタン。新しい時代を作るのは老人ではないって言って若返りの薬を飲む時のセリフ。結局自分でやりたがるんだね。なんかそれもいい線いってそう。どうしよっか。あのね、セリフにびっくりマークがついてるんだよね。結構勢いのいいセリフって考えると。あ、私の案。それで行く。行こうよ。じゃあ若返りの薬を飲むおじいさんのセリフです。エンディングの前に特設コーナー、おズロケの新コーナーを考えよう。ほえ。ということで、少々マンネリ化してきた名言アナライズに代わり、何か楽しいコーナーないかなって話し合います。キリタンが雑談の時にそういうこと話したらしいね。ああ、言った言った。なんとコーナー案が2通届きました。ほえ。これね、私が読み上げるわね。お願いします。クルーネーム頑固戦車さんです。ありがとうございます。昨今ではいわゆる自慢みたいなことをすると品質を買うこともしばしばですよね。でも本当はお互いに相手を褒めた方がいろいろ嬉しいと思うんです。だわな。というわけで、
しょうもないことからすごいことまで自慢話のお便りを募集して、リスナーも巻き込んでみんなで褒めちゃおうぜって感じのコーナーを提案します。いいね、ここのリスナーみんな優しいしね。とりあえず私の特技を披露させてください。私は利き手じゃない方の手でもお箸を使うことができちゃいます。料理をかき混ぜたりするときに片手が疲れたらもう片方の手を使えるので地味に役立ちます、という内容でした。すごいね、両利きってやつね、器用なんですね。左右の腕ともに魔力を宿せるとは。魔力スルーしていいわ。頑固戦車さん、奇遇にも私と同じ特技で嬉しい。え、キリタンの両利き？お箸だけどっちでも扱えるの。鉛筆レジとかは書けないんだけどね。それでも利き手じゃない方が使えるのはすごいと思うわ。イエイエイ、私たち器用。あれだよ、焼肉の時って食べるお箸と生のお肉を触るお箸とは分けなきゃだけど、左手で食べながら右手でお肉焼けるからね。なんとなくお行儀悪いわ。あとさらっと書いてたけど、頑固戦車さんお料理できるんだ、親近感。え、うん、この案は和やかでいいかもね。ねえ、それじゃあもう一通読みます。あ、匿名未希望さんだ。ありがとうございます。最近お便りをくれてないって言ってたけど、この通り送られてきてます。毎度どうもです。やることはシンプルに大喜利です。大喜利ならこのラジオの良さであるリスナーと近い距離感でワイワイ楽しく盛り上がることができるんじゃないかなと思いました。ただ普通の大喜利はいろいろな番組でやっているので、何かゼロ系ならではの要素を加えられると理想ですね。え、つまんなかったらバスから降ろす。いや、ちょっと置き去りしないで。大喜利の大まかな流れも提案してくれてるわね。お題を出演者やリスナーが発表、それに対してリスナーがお便りやコメントで回答、次の回で前回のお題と回答を確認、回答の中から出演者が一つずつお気に入りを発表、ベスト回答を決定で最初に戻ると。王道だね、キリタン好きだよ。でも大喜利って回答もそうだけど、お題を考えるのが地味に難しそうじゃない？ああ、そうですね。ラジオとなると焦点でよくある会話形式のお題はできないから、本当にポンと回答だけ募集できるお題じゃないといけないかな。でも大喜利楽しそう。ね、試しにやってみる？お題どうしよっか。じゃあパッと思いついたので、効かなそうな薬の名前。毒素人。毒素言っちゃってるわ。さすがキリタン早いわね。たまたま思いついただけだよ。これいざ考えるとなると難しいかも。面白くなきゃいけませんしね。案の定。ふっはっ。軟膏。ポンポン出るな、この子。普段からふざけてるしね。でもみんなで気軽に参加し合えるのはいい点よね。投稿フォームじゃなくてコメントで参加できるからね。他にもコーナー案があれば教えてください。では改めてエンディング。楽しいコーナー決まるといいね。そうね。ちなみにみんなは何かやりたいコーナーある？独自が開発した黒魔術の詠唱。黒魔術？そろそろ慣れてちょうだい。私たちあんまりアニメとか漫画わかんないからさ、それで名言アナライズが成り立ってたけど、今度はみんなの好きなアニメとかゲームを紹介してもらうのとかどう？いいねいいね。キリタンはどう？私か。せっかくいろんな声の子がいるから、この子にこんなセリフ言ってもらいたいっての募集とか。怖いぞそれ。絶対ろくなの子ないやつよね。まあこうやって人前に出てるからには黒歴史作ってなんぼでしょ。その謎な肝の座り方なんなのよ。ラジオがどう転ぶかはわからないけど、リスナーのみんなとワイワイできたらなってのは変わらないので、気が向いたらまた遊びに来てくださいね。さすが1年もやってると慣れてるわね。りっかちゃんはラジオの聖域ですからな。はい、そこ茶化さない。お相手は小春りっかと、夏木かりんと、東北キリタンと、四国メタンでした。皆様ご乗車ありがとうございました。うわしかよしか、しこったー。おめでー。